今日はね、SVO か SVC かってやつね、つまり文系をやろうかなと思うのね。文系大体中2ぐらいをレベルにしてる、まあターゲットにしてるんですけどね。全くね、今まで、要するに中1で習ったことっていうのは、I am a boy ね、I have a pen。 まあそんな感じ。文系的にはこれだけかな。あと I go to school every day。 まあ every day はいいか。文系で言うとのはこれだけ習ったのよ。3つの文系を習ったわけね。文系っていうのは何かっていうと、ややこしいね。どっから説明したらいいか迷うんだけども、要するに英語をどういうふうに並べるかっていうんだけどね。英語っていうのはまあ大体わかるように最初に名詞が来るわけよ。ね。ほいで動詞って続いてるでしょ。ほいでその後、あ、そうか。その後何が来るかだよね。例えばこれだったらさ、名詞、動詞の後に名詞が来てるじゃない。名詞がね。あるいは、名詞が来て、動詞が来て、形容詞が来るパターンもあるよね。ああ、形容詞。今日はこれだけやろうと思ってね、これはまあ、今はやりませんから。ね、これは簡単なのね。この名詞が来て、動詞が来て、形容詞っていうのはね。もうこれ必ず、例えば、I am happy。ね。こういう文型を何て言うかっていうと、これをね、最初の名詞っていうのを、どう書けばいいかな。主語っていうのよ。I のことをね。ほいで、am のことを、まあ、述語動詞っていうんだけども、動詞でいいよ、ここではね。ほいで、happy のことを、保護っていうわけよ。ほいで、ちょっとめんどくす、あの、主語動詞とか言うのめんどくさいから、S。ね。S はその主語の略じゃないからね。頭文字じゃないからね。Subject っていうのの略なんだけどね。これは Verb だよね。動詞だよね。ほいで、保護のことね、Compliment っていうのね。補足するものっていうことだよ。つまり、I am だけだったら何のことかわかんないじゃない。ね。だから、I イコール何なのか。ここがなきゃダメでしょ。こういうのを SVC っていうわけよ。これは簡単なのね、意外とね、形容詞が来る場合はね。とか、ややこしいのはこれで、2つの場合があるわけね。つまり、例えば、I am a boy っていうの。ね、I am a boy って言い方と、例えば、I have a boy。ね、こういう言い方。あるいは I have a pen でもいいよ。I have a pen。I have a pen。これ考え、両端をさ、両辺を比べてみると、ここはさ、I イコールってつなげるじゃない。ね、とは、これはつなげないでしょ。イコールで。ね、じゃないわけでしょ。あるいはこれもね、私は少年を持ってますということは、ね、うちには息子がいましてねっていうことよ。ね、We have a girl。ね。I じゃなくて We でもいいけど。ね。そういう感じよ。だからこれはお父さんかなんかが言ってるわけよ。ね。こういう2パターンあるわけね。名詞と名詞が、両端の名詞がイコールのパターンと、両端の名詞が違うっていうパターン。ね。登場人物は I am a boy って言ったら登場人物は1人でしょ。ところが、I have a pen って言ったら登場人物は2人でしょ。まあ ペンは人物じゃないけどもさ。例えば、I have a friend って言ったら登場人物は2人じゃない。ね。ほんでね、こういうのを何て言うかっていうと、また主語。ね。ほんで動詞。ほんで、これのことを保護っていうわけね。要するに保護っていうのは、要するに、これのことを、主語のことを説明してるやつを保護っていうわけよ。ね。とりあえずはね。とりあえずはね。これもさ、I イコールハッピーって言えるじゃない。ね。だから、イコールの右辺っていうの、右は、保護なのよ。
だからこれは S で、これは V で、これは C なんでね。ほいでこっちは何て言うかっていうと、これはまあ主語だよね。これで動詞だよね。ほいでこっちのことを、目的語っていうのね。目的語。I have だけだったら何もわかんないでしょ。ここで保護ではないじゃない。主語のことを説明してないじゃない。主語の持ってるっていう行為の、それがどこに及ぶのかを説明してるっていうのかな。だからこういうの目的語っていうわけね。SV か。ここで目的語のことを追うっていうわけね。わかる？とりあえずどういうことかっていうと、こういうふうに名詞動詞、名詞って並んだ時はこっちかこっちになるかを区別する必要があるわけよ。そんなに区別はややこしくないんだけどね。ここに使われる動詞っていうのはそんなにないわけよ。be 動詞だよね、主にはね。ほいでそんな中学で習うんだったら、5つ6つぐらいじゃないの。ここはもう限りなくあるよね。I know him. I know him. I like him. なんだろう。I speak English. いろいろあるよね。いっぱいあるんだけども。じゃあ、ここの動詞のことちょっと見ていこうか。ここはね、be 動詞は確かに。もう、B 動詞が来てたら、そっか、B 動詞のことちょっと言っとこうか。ちょっとこっち書くね。B 動詞にはさ、2パターンあるわけよ。I am here っていうのと、I am a student。ここで、I am happy。3つって言ってもいいかな。これとこれは同じでしょ。だいたいイコールを表すわけでしょ。ところが、これはいるって意味だよね。存在を表してるわけ。だから be 動詞っていうのは、文型的に言うと必ず SVC になるか SVC になるか、あるいはこれはね、SV っていうのね、いるっていう時はね。なんでかっていうと、文型を見る時はさ、余計なもんは見ないっていうことがあるわけ。これ here っていうのは副詞でしょ。副詞っていうのは見ないわけよ。カウントしないわけ。例えば、I speak English very well。こんなのあっても関係ないわけよ。無視。I like him very much。こんなのも無視。I know him very well。こういうのも無視。I have a pen in my bag。これも無視ね。in my bag がね。だって、そんなものまで見てたらさ、副詞っていうのはとりあえずはあんまり大切じゃないわけよ。消せるわけだからね。だからその余計なとこ見ないで、文型っていうのは名詞と動詞と形容詞だけを見るわけ。副詞は切り捨て、見ないわけ。名詞と動詞と、何？なんだっけ、形容詞か。これだけだよね。あと副詞は、無視。これは見るってやっておこうかな。わかるかな？ほで、そうか。このね、be 動詞。ここである be 動詞の話なんだけども、これもちろんね、I am here って言っても、I am in Japan って言っても同じだよ。この in Japan もやっぱりこれは副詞だからね。場所を表す副詞だから。SV っていうわけね。だからこの SVC っていうのは必ず後ろに、名詞かあるいは形容詞が来るわけよ。形容詞が来たら 100% SVC なんだけども、名詞が来た場合は SVO になるから、なる場合もあるから注意しなきゃいけないね。I am happy。 He is happy ってやっとこうか。 He is happy。 これは普通の言い方なんだけども、こんな風にも言えるわけよ。He looks happy。 彼は幸せそうに見えると。
He sounds happy。 ちょっとおかしいかな。なんか声がね、そういうふうに聞こえるとかっていう感じなんだけども、うん、あるいは、It is delicious。 It is good ってやっとこうか。なんか美味しいと、ね、It tastes delicious good。It smells good。 味、なんか匂いがいいんだよね。 It feels good。 肌触りがいいってことかな。こういうふうに五感同士っていうのかな、ね、見えるとかあるいは聞こえるとか、ね、こういうふうに使うことがあるわけよ、ね、この場合は全部ね、こういうふうに B 動詞の代わりに使われる動詞は結構あるんだけども、その場合は全部これだからね。この後に名詞を取れる固有動詞っていうのは非常に珍しいから、 become とね、 I am と I become とそれぐらいかな。ここに行ったらね、 remain とかいう動詞あるけども、とりあえずは2つだけは名詞でも形容詞でも取れるわけよ。 I became happy、ね、I became angryね、そういうふうになるけども、形容詞でも名詞でも取れるんだけども、その他のやつは取れないわけでね、I look a student とは言えないわけ、ね、I look like とはできるけどね、まあそれはいいとして、じゃあどうしよう、11分か、ちょっと練習問題やってみようか。ここにあるんだ、練習問題、これか、これね、SVC か SVO かってやつね。あ、ちょっと待って。今のやつやってみた。語文系っていうのは、もうじき習うと思うけども、I live in Japan。これは SV。ね、I am a boy、ね。イコールだから、こういうのを SVC っていうと。I have a cat。これは SVO っていうと。これとこれとが違う。これとこれとが同じ。ね、あとはこれは SVOO と SVOC ってやつでね。ねとにかくイコールで結ばれたら、その後は C って覚えておいてよ。ね、ここもだから、ここは He イコールタマだから、I call him タマ、ね。He、彼っていうのはこれ猫のことなんだけども、猫がタマっていうのはイコールだから、ここもやっぱり C っていうわけよ。だから SVOC っていうんだけどね。はい。文系だよね。You can get the book at the store、ね、主語でしょ、動詞でしょ、 can get、 ここでこれは何かっていうと、これとこれと同じかどっちか見ればいいんだよね。 the book と、the book と you はもう明らかに違うわけだからこれだよ ね、 ね。 My sister wants to visit you、ね、これはちょっと難しいよね。不定詞とか入れてるんだけども、これもさ、考え方はね、 My sister wants a doll、ね、妹はドルを欲しがっていると。ドルと My sister は違うでしょ、だから違うから O なんでね。その次、 He became a teacher、 彼 teacher になったんだから、これイコールで結べるわけだよね。だから C でね、イコールで結べた後のあれは C ね。その次、Do you know her well?、ね、まあ、do は消そうや。そして、You know her well だから、You イコール her じゃないよね。違うから SVO でね。Well はもう関係ないよね。5番、これで最後にしようかな。The pilot flew the plane to Canada、ね。こういうふうにさ、To Canada ってあるでしょ。こういうのはもう全部関係ないから。to 前置詞プラス名詞っていうのは名詞にはなんないわけよ。ちょっと難しいね。名詞にはなんないわけ。前置詞プラス名詞っていうのはね。これだから全部関係ないわけ。だから見るのは The pilot flew the plane っていうやつよ、ね。じゃあ、パイロット S だよね。ここで V だよね。じゃあパイロットイコール the plane じゃないよね。パイロットっていうのは飛行機ではないわけじゃない。飛行機を飛ばす人でしょ。だから SVO でね。
注意するのはさ、これ意味わかる？ The pilot は、パイロットは飛んだ飛行機を、飛行機で、to Canada。ね。flew はね、確かにね、fly, flew, flown なんだけども、飛ぶって意味もあるけども、こういうふうに、まあ、なんていうの、SVO で使われてるわけでしょ。そういう時は、他動詞って言って、意味がちょっと違ってくるわけよ。ね、辞書で調べてごらん。fly って調べたら、ちょっと待ってね、これ書こうか、これ書くね。後でリンク入れときますから、この問題よくやってみて。ね。これか。これか。これね。フライっていうのを調べてみたら、自動詞の後に他動詞っていうところもあると思うんだ。自動詞の意味は飛ぶって書いてある。他動詞の場合は操縦するとかね。あるいは飛ばすとか書いてあると思う。だからこれはどういう意味かっていうと、パイロットは飛行機を操縦したんだよね。飛ばしたんだよね。カナダにね。はい。要するに、今回言いたいことはどういうことかっていうと、なんだっけ。名詞、イコール、違う。名詞、イコール、名詞だったら、それは文型で言うと SVC。名詞イコールじゃない、これか。名詞だったら、それは SVO になるんでね。これで、さらに言っておくと、名詞の後に、動詞があって、ほんで形容詞がある場合は、ね、SVC でね。いい？とりあえずね、これわかんないと、その次の、SVOC か SVOO かっていう、そういうのもわかんなくなっちゃうから。はい、じゃあ終わりましょう。